今俺らはそっちから気持ちは一番はもちろん悔しさしかないよ。その悔しさとそして同じコーナーに立ってくれたお母さん矢野さんお二人の期待に応えられなかったその悔しさそしてそう同じコーナーに立ってくれたお二人もそう反対側にコーナーで思いっきりぶつかってきてくれた石井さん後藤さん吉田さんも今は慶応さん先輩方に感謝しかねえよ。俺にできることはただ一つだ。今より強くなってその強さの証を結果として残すことだ。まあ本当戦って強いなとあの3人、まあ、やっぱり G1 も決まってる。G1 も決まってる3人なんで、まあこんなとこで負けるっていう人もいないと思いますし、強かった本当に。なんか前回以上の力の差を感じたというか、まあでも G1 前に、強かったと思える相手と戦うことができたんで、まあ、本当にまず一発目イーブシクォーター、まあ東京ドームの1月4日のまた再戦、今年は4日勝って5日負けてニュージャパンカップも決勝まで行って負けてネバーもシックスメンも決勝まで行って負けて KOPW も最後の 4A まで行って負けてこんな大事なところで負けてることが続いてるんでしっかり G1 クライマックス結果を残したいと思います。よし、はあ、田中悔しいだろ、はあ、あんだけ短歌切っては負けたんだからな、はあ、でも気にすんなよ、はあ、あいつの悔しい気持ちがどれだけ大きいかしねえけどその悔しさが大きければ大きいほど、はあ、それを乗り越えた時その分強くなれる。はあ、はあ、はあ、よし、はあ、田中毎試合こういう気持ちで来いよ。ほら、はあ、俺が相手だろうが関係ねえんだ。毎試合この気持ちで相手に向かっていけ。はあ、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 悔しい思い、辛い思い、はあ、情けない思い、はあ、これをたくさんした人間っていうのは、はあ、それを乗り越えた時必ずそれ以前よりも大きい力を発揮するんだ。田中、お前なら大丈夫だ、はあ、よし、まあ、偉そうに言ってるけど俺も常に俺の前に高い壁が、はあ、立ちはだかんだよな。乗り越えても乗り越えても、はあ、だから今からその壁を乗り越えようとしてんだ。待っとけよ G1。 よいしょ、ありがとう。よっしゃ、G1 に向けていい形でね、こうやって勝利できたと思ってます。まあ、でも G1 では藤田氏と同じブロックです。まあ、石井さんとはブロックが違うけど、まあ、決勝で当たることをイメージして戦っていきたいなと。とにかく G1 に向けてコンディションバッチリですし、とにかく小戸弘樹41歳まだまだ俺の生命力を見せつけたいと思います。今日翔今シリーズ何回も当たって翔にはすごい痺れさせられましたね。すごい今日のもいいですけど対戦してすごい刺激あったですね。俺が言ってた次、このベルト防衛して絶対 G1 に行くって俺は決めたから、次チャンピオンとして G1 クライマックス乗り込んでるからな。